そうだな。目標金額はとりあえず1000万になるまでは勝ち続けます。でこの大会出続けます。そうだな、1000万になったら僕はね、この喧嘩バトルロワイヤルをもっと大きくしたいから、その喧嘩バトルロワイヤルのスポンサーになります。1000万になるまでやるからね、中村ね、結果出すから。あれ、中村さん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 、うん、ちょっと煽り部位撮りたいんですけど。あ、今撮るの？はい、あ、いいよ、ちょっと撮らせてもらっていいですか？うん、うん、あれ、なんか、ん、何書いてるんですか、それ？はい、あのさ、次ほら、ラッパートじゃん。はい、だから俺、今よ、新しいリリック作ってるんだよ。はい、うん、俺も中村もいよいよさ、ラッパーでデビューしようと思ってて。ラップ？ラッパーですか？そうそう、だからそのリリックってやつ、はい、今ちょっと必死に作ってて、もうちょっと今仕上がるところなんだ。で、ちょっとさ、俺さ、一つ質問したいんだけどいいかな。はい、ちなみにさ、いい、はい、リリックって何？歌詞のことですね。あ、歌詞なの？歌詞です、歌詞です。歌詞リリックっていうの？そうです。そういう感じだったの？いや、何書いてたんですかそれ。なんか自分なりにほら、ポエムみたいな、夕日があの日に昇る時みたいな感じだっていう、そういう感じなの、ね、そうです。なんで歌詞って2文字なのにリリックって長い方取るの？みんな歌詞でいいじゃんかよ。だって中村さん、ついにですね、うん、中村さんが出た動画がですね、250万再生を回ったんですけど。250いったの？いきました。結構いったね。はい、でもさ、別にそこがゴールじゃやっぱないし、今残ってる人たちはもうかなりね、本当の猛者になってきて、本当の真の男たちが残ってってるから、こっからさ、おそらく、まあ俺決勝行く気満点なんだけど、500万再生いくな、多分。某大会の星ちゃんじゃないの？大丈夫かな？それもバズりっていうもんね。なんとかダウンしちゃっちゃまずいからね。みんな Wi-Fi しっかり繋いでてもらいたいよね。一番いい環境のところで見ててもらわないと、俺の決勝の戦いがバズりすぎちゃって Wi-Fi まで飛んじまうかもしれない。その質問でちゃんと準備しといてくれな。あ、ちょっと雨がやんでおかしくなってきてよ。喋り方もおかしくなってきて。あ、これ？はい、ほら、次やる人、ほら、俺の子供ぐらい年離れてるから、童心に戻ろうと思って。なるほど。まずはこういう形からだから、なんでも中村は昔に戻っ て、そうそう、何でもパロる癖があってさ、はい、パロリの中村なんて最近言われちゃってるんだけど、そんなまだこういう雨で、ね、そうそれで雰囲気から入ってってるから、はい、ね、雨邪魔だな、外すよ。もういよいよ佳境を迎えてるから、いよいよ 100% の中村出しに行くんで、ギア1個上に上げちゃうよ、うん、でちょっと牙も出してるから、だんだんふざけたこと言えなくなるけど、そのつもりでまあかかってきてほしいよね。そしたらさ、俺あれやってあげるよ、あんたでもいいよって。まあそのつもりでかかってこいよ。待ってな。お、あるか、あるか、ガイドランまずいよ。わいわい、まあ本気でかかってこいよ。もっとだ、上がれ、上がれ。俺もこれに終始や。これ以外やれるやつ他にいねえ。はい、ぼーっとしてる暇はない。でもマジでなんか、ゆりちゃんどうぞ。
田選手の入場です。はい。
してるぞ、押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 してるぞ、
以上です。はい、どうもさ、勘違いしてるやつがいて、ガタイがいい方が喧嘩が勝つって思ってるやつらがいるみたいだから、そこだけ軽く訂正してあげるよ。喧嘩っていうのはな、ガタイじゃねえんだよな。それが勝つんだったら、ボディービルダーが喧嘩してりゃそれでいいだろ。そういうもんじゃねえんだよな。こっからはいよいよ本物の中村出してくんだけど、俺この間さ、動物園行ってきたんだよな。動物園で、そこでさ、ライオンとトラを見たんだよ。でさ、ライオンとトラってさ、相交えない部分があるじゃん。俺思ったんだよな、あれを見ながら。ライオンとトラが死ぬまで本気で喧嘩させたら、100万払ってでも見てえってやつがいるんじゃねえかなって。決勝は人間版のライオンとトラの喧嘩見せてやるから。しかもあれだぞ、ペーパービューなしだぞ。無料で見れるんだよ、無料でな。その本当の色気のある男の喧嘩見せてやるから。しかも大人の喧嘩な。そのつもりでお前らも見とけよ。いいか、笑いは一切ねえぞ。だからよ、今日はオチはねえんだよ。ないつもみんな笑わしてやってるけど、今日はオチはないの。中村さん、なんだよこの今大事なところで。いや、今いいところだろ。ちょっと気になっちゃって。なんだよ。チャックが開いてるんですけど。えチャックが、えバカ野郎、お前最初に言えよ。だったらよ、お前ダメじゃねえか。お前オチじゃねえって言って挟まっちまったじゃねえか、お前バカ野郎。お前だ、今日はオチはねえって言ったろ。だから、まあでも頑張るから、よろしくな。